はい、こんにちは、こんばんは、準備動画でいこうです。BS11 ユニット始めていきましょう。キャンディー、何これ FC 大阪って。サウナシーン、長江市、うん、ピッカ様、ブロックサンダーって書いてる。ブラックサンダーじゃない。なんだかなかなか思い通りにいかないですね。ラッキー、どうし、遠征終了じゃ。うん、もう一回行ってこい。冷たい。残念。あ、当然じゃない。やはいはい。ん？
成功かな、今回は。すごいな、ミニゲームとか2がすごい強い。ちょっと上がります。なんか、あ、先があるのか。安心して頼って。はぁ、あ、はぁ、あ、なんだこのアクシデント。行くよ。なんかすごい線の数が多いな。話が見えるっていうぐらいか。これこれ利用ガチャ。なんだこの乙女の悩みデトックスって。ようやく成功だ。これやってみましょう。
え、これどういうイベントなんだ。ターポボーナスかな。じゃあやりましょう。初級1。パーティーいつの時代だよ。あら、ね、いい感じ。キャフン、キャフン。稼いでおります。ルーインサイクルここで決まった。前半戦終了です。こんな、ちょっと左側をやばいな。入ってこい。開始です。
はい。アメリカンシュート入った。でも時間ありません。試合終了です。どうしましょう。ジャパン。いいえ。やったね。なんと。超ダッサイ。じゃ、あと冗談はヨシコさんだよ。経験値。もうリングの隅打ちになってる。けどいいです。もうすごいな、650。開始です。
ほんと、ほとんど死にかけだ。近づいてくる。ルーミンに当たった。得点を奪いました。決まった。試合終了です。メンタルポイントっていうのもあるんですね。行ってみましょう。ポイントを7回消化。ポイントが加算されました。じゃあ続き試合やりますか。乙女の悩みデトックス。バーンされかねないな、下手すれば。幅広く使います。私、頑張るからね。
き受けよう。ゆっ、もう怒らせたいのか。受け取ってくれ。すごいね。面白いな。嬉しいです。オッケーオッケー。前半戦開始です。何？ゴール！なんだ、びっくりしましたね。前半戦終了です。外れてる。なのでまだまだ余裕あります。何それ？あ、出場シュートを入れちゃった。これだから下がってるぞ。450しか取られませんでした。さあ、出球者4。
ごいなこれ。ルーミーサイクロン抜けた。ゴールキーパーなんか技を使うが、それは効かず突破。先取点。前半戦終了です。さらに UR を交代せず後半戦。これがほとんどなくなったな。能力がわからん。
ニュースハードで完結させるんだ。ルーミンサイクロン、さあまた相手をゴールキーパーのスキルを無視して、前半戦終了です。まだ行きますね。これはやばいね。ルーミンサイクロン得点を奪いました。見事勝利です。
休んで買いましょう。これは買ってくれてありがとう、お兄ちゃん。ち私の実力証明してみせる。不要かもな。石野がいいとこか。石野のみですね。ピンクシール星5ですか。活躍しちゃう。ゆかのなんだわ、お兄ちゃん。すごい。華麗に決めてみせますわ。だダメ。ピンクシール初登場ですね。ドロロロロもいます。でリアルは上がるんだったっけ。やっほーキャッキャー。おいふふおりゃーしゃーキャッキャーふふやっちゃきゅーお願いしまーす。ラジオThank you.
衣装か。なんかエイクシールとローローそうですかね。ということで、ここまでとさせていただこうと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。概要欄に URL 掲載しております。このヴィーナスイレブンビビットのプレイリストともにアクセスしていただければ嬉しく思います。またツイッターのフォローもお願いいたします。今回は乙女の悩みデトックスを中心に行っていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。